はい、皆さんこんにちは。今回はですね、すっげーものを見つけた。すごいレアなものを見つけてきたんで、そちら紹介していこうと思います。それが何かっていうと、クオークでのブックオフのストレージを漁った時に出てきたんですけど、なんか普通のカードとちょっと違うなぁと思って、もういろいろ調べてたんですね、ブックオフで。一人ストレージの前でね、携帯調べてカタカタやってたんですけど、全然出てこなくて。で、10分ぐらい探した結果に見つかったんですけど、かなりヤバいカードだということが判明したんでね、そちら、まあ、買っちゃったんで紹介していきたいと思います。で、まずついでにもう一個買ってきたのがこちらですね。まず、これは別なんですけど、このブロックバーストと守りの一手のベジータでの、まあ、結構強いなと思って買っちゃいましたね。まあ、今後活躍するかもしれない。まあ、高騰はするかわかんないけど、まあ、ブロックバースト持ちって結構何気に唐突に高騰するんでね。まあ、これ買っちゃいました。で、クソ珍しいカードがこちらですね。このヒーローバターカード。まず見たことなかったんですよね、このデザイン。なんだろうと思って裏面もなんかすごいんですよ、これ。なんか普通のヒーローバターと全然違う。まあ、めちゃめちゃ傷あるけど。全然なんかね、違うんで、なんだこれと思って調べた結果、なんかテストプレイの、このスーパードラゴンボールヒーローズのテストプレイをした人がもらえる、ヒーローバターカード。あれだね、有名なのがこのテストって書いてあるやつ。あれみたいな感じのカードらしいんですよ、これ。マジで全然、なんか変だもんね。裏面にアバターのね、それぞれのアイコンがあるはずなのにないと。これ大体まあ、言うてそんなに高くないんだけどね、1000円ちょっと。らしいけど、でもそれ昔の相場だと思うんで、売り切れちゃってるんで、今の相場がどうなるか、メルカリも全然なかったんで。まあなんか珍しくて買っちゃいましたね。まあ1枚30円だったんでね。1枚30円で、こんなテストプレイのね、まあ相場一応1000円はするカードが買えるってことで買っちゃったんですけど、いやまあ今の相場知ってる人がいたら教えてください。どんぐらい出回ってるのかも知らないんで、マジで何とも言えないんですけど。はい、といった感じでね、今回ね、ストレージ漁ってたらかなり珍しいカードが出てきたということで紹介させていただきました。まあやっぱストレージはね、うん。いいカードある時もあるね。うん。でもやっぱない時にね、無駄な時間を過ごした感半端ないからな。ブックオフのストレージは結構ね、狙い目かもしれない。もしかしたらブロックバーストのね、見破った戦法のベジータもワンチャン入ってる可能性もあるんでね、まあこれからも探していこうと思います。で、今回こんな感じで短いですけどね、終わりにしたいと思います。まあ皆さんもぜひね、ストレージカード漁ってみてください。こんな感じのね、レアカード入ってるかもしれないんで、まあお宝感覚で探してみてはどうでしょうかといった感じで。ではまた。